言っちゃってる、言っちゃってる、言っちゃってる、やっちゃってる、買っちゃってる、ハグネスチャンス。行け、バッサンゴルフの翼です。はい、本日は八王子ゴルフで撮影します。で、今日はなんとコブラの最新クラブエアロジェットの次に出たダークスピード、はい、こちらを試打させていただきます。試打レビューを私なりにさせていただきます。はい、じゃあどうぞ。はい、毎度おなじみの、はい、ゴルフパートナー今泉店、海老名今泉店の岡島さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡島さん、今回は、コブラですね。はい。で、有名な男子プロだと、カイル。カイルバークシャー。カイルバークシャー。全部カイルバークシャー飛んでましたけど。はい、次は。はい、リッキーファーダー。リッキーファーダー。はい、そうですね。僕は全部言っちゃってますけど。はい、で、ちなみに僕、このコブラは今までに打ったことないです。はい、はい、で、まあ、ヤスゴル TV のヤス君が、エアロジェットを使ってたんですけど、それも多分打ったことないので、うん、本当の初打ちです、はい、だから全く分かんない状態で打ちますという感じで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、最初に打つのはこのマックスですね。はい、はい、ここにマックスってここに書いてあるんですけど、はい、こちらを打たせていただきます。はい、で、次に、ノーマルタイプの X、はいはい、で、その次に LSはい、この3つを入っていただきます。で、まあ、簡単に言うとマックスが優しくて、X がまあ普通というかスタンダードノーマル、はい、で LS がちょっと、まあ、辛いというかヘッドスピードがある人向けみたいな形ですよね。はい、はい、っていう形でちょっと打たせていただきます。よろしくお願いします。本日は、このコブラの、純正のシャフトツアー AD グラファイトデザインのツアー AD のフレックス S で打たせていただいております。こちらです。はい、でもう一個シャフトがありまして、こちらが、フジクラの、スピーダー NX もあるんですが、はい、僕は今回はこちらでやらせていただきます。はいはい、なぜかというとこちらの方がちょっとハードな人におすすめということで、ちょっと重ための重ためで、はい、のシャフトになってます。はい、ではマックスからいきます。はい、マックスの9度です。マックスに関しては、はい、程よくスピンが入りながら、はい、捕まりやすいヘッドになってます。おお、おお、あ、すいません、ちょっと言うの忘れてたんですけど、私1週間ちょっと前にぎっくり腰やっちゃいまして、あんまり触れないんですけど、触れないなりに、ちょうどいいくらいで、やってきますので、よろしくお願いします。皆様、ご視聴の方よろしくお願いします。別にこれ言い訳とかじゃないですよ。お前早く触れないから言い訳してんじゃねえとかじゃないです。これは本当になりました。なのでちょっと今日からちょっとできるようになった感じで、おお、でもナイスドローですね。いいっすね。はい、ありがとうございます。エクセレント。マックスの9で今のところめちゃくちゃいいっす。びっくりしました。今のところ、はい、今のところ もうもはやこれでもいいかなっていう。でスライサーの方とかはマックスがいいんじゃないかなって思う。そうですね、はい、めちゃくちゃいいな。あんまり曲げたくない人はマックスですね。マックスですね。須田さんプロにおすすめしたいのは、はい、X になります。はい、これはドローとフェード、はい、打ち分けたい方とか、あ、まあ、翼プロもそうだと思うんですけど、はい、の方とかは X をおすすめします。 X の9度がいきます。はい、おー、はい、ナイスショットです。
X は程よくスピンを抑えてくれる。Excellent。飛びましたね。ヘッドになって、あ、めちゃくちゃ飛んでます。284。はい。全部めちゃくちゃ飛んでる。Excellent。大丈夫です。ヘッドスピード46でもやっぱ280ぐらいいくのはいいっすね。うん、はい。X 今のところエースです。はい。ありますこれおすすめです。はい。マックスも良かったです。今のところ X は平均的に飛びましたね。行け。本日、22時半でお送りさせていただきます。お願いします。八王子ゴルフは、ちょっと八王子ゴルフの宣伝させていただくと、朝6時から25時までやっております。ぜひよかったら体験レッスン来てください。今度が、LS の9度です。はい、LS はその、まあ、名前の通りなんですけど、はい、スピンが極端に入らない、スピンが少ないヘッドモデルになります。293ヘッドスピードあんま変わってないですけどね。はい、47 48前後293ヤードナイスショットです。恐ろしいですね。十分です。めちゃくちゃ飛んでますね。飛びますね。はい。これ結構あのコースとかでこうやって打つんですよね。コンパクト。もう280いってたら十分ですね。十分ですね。ということで、LS 飛びますって言ってました。はい、この LS が、カイル・バークシャーとか使ってるってことですよね。そうですね。あの世界一の、ドラゴンプロ、はい、カイル・バークシャーが LS を使ってるようです。で私でも今290超えました、はい、一発ですけど、はい、あのかなり飛距離が出ますっていう方、形なんで、まあ、イメージ的にはヘッドスピードがある方、はい、LS おすすめです、はい、あとは意外とヘッドスピードない方でもボールが吹き上がっちゃってる人はこのコブラは全体的につかまりがいいので、ちょっと何でか分かんないですけどね、僕はなんでつかまりがいいのかは分かんないんですけど、多分この構造でつかまりが良くなってると思うので、あのヘッドスピードない方でももしかしたらこっちに LS で球飛ぶかもしれないです、うん、っていう感じでした、はい、コブラの、はい、まあ、スタンダードモデルからいくと X に関しては前後のウェイトの位置になっているので球の高さとかそういう方は
まあ、どこでもフェードとドロー打ち分けたい方はここを変えて打ち分けられる。あ、そこでもっと近くしてもらっていいですか。 X ですね。あ、 X で、あ、そこですね、前後に、はいはいはい、なってます。なるほど。で、マックスは、はい、ウェイトの位置が、はい、ネックの部分と後ろになります、はい、でこれが捕まりがいい、なるほど、ね、ウェイトの位置になってます、はい、なんでマックスを使って捕まりすぎちゃうなっていう方はここを入れ替えて使っていただければ、はい、後ろのウェイトが重たくなるので、はい、少し捕まりは抑えられるかなっていうモデルになってます、はい、で、はい、LS に、LS は3箇所、はい、ウェイトの位置があって、はい、翼プロが捕まるっていうふうにおっしゃってたのは、はい、ネックの部分のウェイトを重たくしてて、はい、なので翼プロもしかしたらこっち目のフェード側のトゥー側のフェ、はい、ウェイトとここを入れ替えて使ったらいいんじゃないかなと。あ、そういう、そういうこともできるってことですね、はい、この3箇所、いろいろ LS に関しては3箇所入れ替えられるので、はいはい、いろいろ楽しめるそうですねヘッドじゃないかなって思います。いいですね、はい、いやー、めちゃくちゃ良かったです。正直何使ってもいいなって感じでした、はいはい、あの、はい、マックスだったら、僕だったらちょっとこれっていくつまで落とせるんですか、ロフト。10.5 度でしたら9度と12度あってなるんですね、はい、だから1.5度マイナス、はい、プラスマイナスとドローバイアスのマイナス1度プラス1度。じゃあ9度を買うともっと低くできるってことできます。あ、そうなんですね。そしたらなんか、はい、それも面白いなっていう、いろいろ楽しめると思います感じでした、ね、はい、はい、マックスもすごい良かったですし、はい、X もすごい良くて、で X の方が安定的に、うん、飛距離と方向性が僕は合ってたかなっていう印象だったので、はい、僕はもし買うとするならば X にするかなと、うん、ただかなり迷いますけどね、はい、LS も良かったんで。そうですね、LS は飛びますね。めちゃくちゃ飛びます、はい、ちょっとびっくりしました。低スピンで、はい、ぶっ飛んでくれる。そうですね、もしこれ僕がちょっと腰が良ければ310ぐらいいくんじゃないかなという。いいと思います。いかないですね。いや、全然いかないです、いかないです。はい、まあ、それは冗談なんですけど、っていう形でこの3つ、はい、ものすごいいいクラブでした。で、なんとこれはあれですよね、ヘッド単品売りをしてると。はい、コブラに関してはできます。できるんですね、はい、だから自分で好きなシャフトがあったらそれを、スリーブ交換だけ、はい、できると、はい、すればこのコブラを刺して自分で打てるので、はい、それは岡島さんのところでも当店でもできます。あ、できます、はい、その場合はぜひ岡島さんの、海老名今泉店に行って、はい、まあ、最初はシダ、そうですね、はい、ぜひしてみてください、はい、という形で今日はコブラの最新クラブ、はい、ダークスピード、はい、カイル・バーク社が映ったダークスピード、はい、めちゃくちゃ良かったです。ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いけ